今日の県内は高気圧に覆われ、午前中から各地で強い日差しが降り注ぎ、気温が上がりました。市原市の牛久で猛暑日に迫る 34.4 度、我孫子と茂原がともに 33.2 度、佐倉で 32.9 度など、15ある観測地点のうち12の地点で30度以上の真夏日となり、勝浦を除く14の地点で今年一番の暑さとなりました。